元村健太郎は、日本の政治家、神奈川県相模原市長、衆議院議員、神奈川県議会議員を務めた、東京都中野区生まれ、生後間もなく母親は本村を連れて、相模原市南区相模台に移り、居酒屋を開業、母子家庭で育った、相模原市立桜台小学校、相模原市立相模台中学校、神奈川県立浅水台高等学校、 青山学院大学経済学部第二部経済学科卒業青山学院大学在学中から、叔父の参議院議員、本村和義の秘書を務める。1995年、青山学院大学を卒業し東鉄工業に入社。1997年に同社を退職し、当時新進党に所属していた、 衆議院議員、藤井博久の秘書に転じる。2003年、神奈川県議会議員選挙に自由党公認で、相模原市選挙区から立候補し、初当選した。同年、民予合併により、民主党に入党。2007年の神奈川県議選には、民主党公認で立候補し、再選。同年12月、 民主党が次期衆議院議員総選挙の神奈川14区公認候補に本村を内定した。神奈川14区は2005年の第44回衆議院議員総選挙までは藤井博久の選出選挙区であった。2009年、神奈川県議会議員を辞職し、第45回衆議院議員総選挙に神奈川14区から民主党公認で立候補。 自由民主党前職の赤間次郎を破り、初当選した。2010年、青山会の結成に参加した。2012年、第46回衆議院議員総選挙に、神奈川14区から立候補するも、赤間に敗れ、比例復活もならず落選。2014年、第47回衆議院議員総選挙に、神奈川14区から立候補。小選挙区では、赤間に敗れるも、 比例復活で2期目の当選。2017年9月11日、後藤雄一が民進党神奈川県連代表を辞任。9月23日、後藤の公認として神奈川県連代表に就任したが、1週間で代表を辞任し、民進党を離党した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で立候補し、 赤間に敗れるも比例復活し3期目の当選を果たした。2018年5月、希望の党会党に伴い無所属となり、民進党系無所属議員らで構成される、院内会派、無所属の会に合流した。2019年1月7日、無所属の会から、立憲民主党会派に移籍しない意向を示すとともに、4月7日、実施予定の人気満了に伴う、 相模原市長選挙に立候補する意向であることが明らかとなった。同年3月2日、2019年、相模原市長選挙への立候補を正式に表明し、衆議院に議員辞職願いを提出。同月7日の衆議院本会議で辞職が許可された。選挙の結果、現職の加山都を自民党市議団に所属していた市議の宮崎雄一郎。 自民党県議のやぎ大二郎らを破り初当選した。2009年3月4日午後10時50分頃、相模原市東淵延4丁目の相模原、総合卸売市場の一棟から出火した。相模原市消防局によると、木造2階建て建物約960平方メートルが全焼した。同等には、民主党、第14区総支部や次期衆議院議員総選挙への、 立候補を表明していた元村健太郎県議の事務所などが入っていた。出火当時、現場の事務所で選挙準備の作業などに当たっていた男性秘書は講演会の名簿などの書類は別な場所に保管しているので無事だったが、最近の書類などはなくなってしまった。影響は大きい。と話した。火災発生の前日には、 西松建設事件で小沢一郎民主党代表の資金管理団体、陸産会の会計責任者権公設第一秘書が政治資金規制法違反の容疑で逮捕され、東京にある小沢の資金管理団体、陸産会事務所の家宅捜索が東京地検特捜部により行われた。二0二0年七月十二日発売の週刊新潮で暴力団員と密接交際があったとされる、 福岡県の男性から約680万円の献金を受けていたと報じられ、本村は取材を受けるまで男性が暴力団と関係があるとは確認できなかった。違法性は全くないが、道義的に問題がある献金と判断した。確認が甘かったと釈明し、全額返還すると述べた。 2020年9月29日発売の SPA で暴力団員と密接交際があったとされる男性が当時衆議院議員だった元村健太郎氏に口利きを依頼したとされる相模原共同病院建設工事疑惑や相模原 A&A 事業において今位の業者を使うために予算を60億円から100億円に増額したという疑惑の行為について報じられたありがとうございます